くて寂しい。どうした急に。母の存在恋しい。この子はどう見ても4、5歳かそうこら。6つ。ん？6つ。まあ私なら殺し返しますけれど。えスパイミッションワクワク。いずれ誰かに殺し屋だと見抜かれてしまいます。もっと普通の人にならなくては。殺し屋。今日越してきたフォージャーです。ずっと前から父の子供のアーニャです。お？いらんこと言うな。スパイ殺し屋アーニャワクワク。よりによってサイレンサー式の拳銃だと。ワクワク。それが亡き妻の意志でもあるのです。父嘘つき。なんていい人。冒険。冒険じゃない、ただの買い物だ。アーニャンチへいらっしゃいませ。アーニャ、音の出ないピストル欲しい。はいはい、売ってたらな。お前はバケツをひっくり返しただけだろ。敵。何してる。警戒。アーニャさん、それは私が。その中にはお仕事専用の獲物と象をも倒す猛毒が。外交しかり、相手を知ることが和平への第一歩。アーニャを知ると世界が平和に。お前は粉まみれになって邪魔した後はピーナッツつまみ食いしてただけだろ。ほう。アーニャ、ピーナッツが好き。人参は嫌い。ん？うん。カリカリベーコン好き。うん。アーニャ、じゃ住所？ここのことだ。アーニャンチ。そういうことじゃない。これください。一ダルクのものは10ペント硬貨じゃ買えないぞ。父に留守番を命じられるので、一人寂しくテレビを見てます。ピーナッツ買ってやるから、泣きやめ。ピーナッツ。出血多量とか、全身複雑骨折とか、頭蓋骨陥没みたいな。お出かけな。そこ。父すごい見つけてくる。楽しい。思い切りハグしてあげたら肋骨2本折ってしまったこともありましたっけ。気をつけないと。あれ、つまんない。スパイ思ってたのと違う。アーニャ爆弾取り返したいのに。父すっぽんぽんすっぽんぽん。爆弾爆弾。秘密通信。父スパイパシュパシュ。母殺し屋ザクザクズシュ。政治には透明性が大切だ。ズラは良くない。音の出ないピストル。これ見たらアーニャの能力父と母にバレちゃう。ん？おお、対策だな。潰れちゃったみたいだな。父すごい嘘つき。いざという時返り血が目立つのはちょっと。頑張れ。難しいよ。全然わかんない。どれにしようかな。父お腹すいた。え、元気なの？どっちなの？これお父さんかお母さんに渡してね。母存在しない。あ、そう。再度くじけかけている。どんな父。何が。例外は認めない。母存在しない。人がゴミのようだ。どこで覚えた。アニメ。うん、ダメだな。なにー。アーニャこの母やだ。父。お、どうした。ケーキ食べたい。なに。お嬢様はこちらへ。アーニャ売り飛ばされる。たまにはまあ感謝されるのも悪くないか。父ツンデレ。あの父。アーニャの長さ判明した。お、誰。父かっこよかった。かっこよかったですね。ずっとバーン。臭い飯だ。父と母イチャイチャしてません。この子をエリートにというのは半ば諦めている。ガーン。言葉遣いの最終チェック。大丈夫ます、頑張ります。アーニャは孤児院で同世代の子たちと長く暮らしてきたはず。アーニャ、人混み大丈夫か。大丈夫ます。悪のボスの子供。早くも俺の魅力に気づいて惚れたか。なかなか見る目あるじゃない。ハゲチャビ。
ベッキー・ブラックベル。ゲップ。違うんです。昔ヨガ教室で動きを止める飛行を学んだことがありまして。私ベッキー、あなたは？ガキっぽい子、世話役くらいにはしてあげてもいいかしらね。は、す、もう！とても賢い子です。賢い、これが？初心に帰ってビシバシしごいてやろう。時折こちらの心を見透かしたような言動を見せるので。おきどき。ほらそこ、歩調を乱すな。あ、もらわにゃ、世の中公平すぎる。父と母嫌われてる。アーニャが頑張らないと。今こそ必殺のパンチを放つとき。アーニャ・ホージャーです。住所はバーリントン西区公園通り100。なんだその小馬鹿にしたような笑いは。Thank you.